谷のメジャー挑戦時のスカウトの評価がこちら。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は今季史上初の50本塁打&50盗塁50、50を達成するなど打者として傑出したシーズンを送っている。今やメジャーを代表する強打者となったが、 MLB 挑戦当時は能力を疑問視する声も。メジャー屈指の強打者として確固たる地位を築いた大谷だが、2018年に日本から移籍した当初は懐疑的な声も少なくなかった。スプリングトレーニング中だった同年3月、米ヤフースポーツは翔平大谷の打撃について採決が下る、そしてそれは良くないと題するジェフパス3社現 ESPN の署名記事を掲載。大谷の打撃に低評価を下す複数のスカウト団を紹介するものだった。特に話題となったのは、彼は基本的に高校生の打者のようだとするスカウトの言葉だった。だが蓋を開けてみれば、大谷は1年目から打率285、22本塁打と活躍。開幕直後の4月9日、同10日の時点で、同記者は、親愛なる翔平へ、ごめんなさいと謝罪&撤退することになった。6年が経ち、大谷はさらに進化、前人未到の50、50を達成したことで、この発言が再び注目を集めている。見る目なさすぎて草。メジャーでもトップクラスの打者になっちゃったよ。スカウトの評価も当てにならんな。あまりにも外れすぎたけど、ちゃんとすぐ謝れててやい。でもメジャーに来た当初は確かにバッティングの評価は良くなかったし、結果もそこまでだったのも事実。確かにメジャー移籍1年目のスプリングキャンプの大谷は、日本時代と同様に右足を高く上げて打ってて結果は散々だったけど、ホルスのアドバイスで打撃が向上したんだよな。エンゼルスに入団したことが大谷がここまでの打者に育った最大の要因だったのかも。二刀流もどっちともやれば中途半端になるから、どちらか一つにした方が良いと言われてたが、現実は成功してしまった。まあ常識が通用しない選手だし、今までの常識から考えてこんなに二刀流が成功するなんて誰も予想できなかっただろう。日本の OB たちもほとんどが二刀流を否定して投手専念しろと言っていたから、あんま変わらんな。野球界の常識を全てぶっ壊したやべえやつだよ大谷は。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。